やほやほ、うるちぃです。ちょっと待って、この前もだったんだけど、本当に今回はマジでこことこご攻撃に来ていただきます。いや、読めなかったからちょっと難しい感じですよね、五行って読むらしいですよね。あの、早速タイトルコールしていいですか。あの、うだちぃさん、TikTok20 万人おめでとうございます企画になります。はい、なので、あの、スタッフの方で、あの、ご褒美企画の方用意しましたんで、今日はあの、うだちぃさんに楽しんでもらえたらなというふうに思ってます。ちなみになんですけど、今でもちょっと悪いよ感じで、風がすごい風がすごい五行駅ちょっとアップしていただいて、はい、はい、隣にですね、アニメのキャラクターがいると思います。います、はい、はい、これが悪いよ感じですけど、ちなみになんでいいじゃないですか、アニメのキャラクター。アニメ全く見ないからね。意外にですか。あ、そうなんです、はい、何ご褒美かはまだ言ってないんで、ちょっと楽しみに、はい、これから行けたらと思います。じゃあ行きますか、早速。ちゃんとポジション取って。じゃあ行きますか。行きましょう。うだちぃチャンネル、チャンネル、こちらになります。わかります。え、わかります。もうちょっと進んでいただいて。マジでちょっとありがとう。わあ、喜んでる。よかった。犬カフェになります。大型犬と触れ合えるビッグドッグカフェグランムーサの方にお邪魔していけたらなと思ってます。夢の楽園。夢の楽園。矢部達さんが犬好きなのはもうスタッフしてたんで、ここも大人気で、もうマジで予約取れなくて、これ予約の仕方が、あの、前日のなんか夜6時から予約できるんですけど、一回取れなくて、あの、パソコン2台でチャレンジしたんですけど、ダメだったんですけど。大有名です。いや、もう TikTok とかでもめっちゃバズってます。都内はね、なんか結構調べてたんですよ。はいはいはい、犬が大好きですよね。はいはいはい。ここはどこって感じなの、ちょっとチェックしてなかった。はい、夢の楽園やってまいりました。ちょっと最初はね、ちょっと結構寝ちゃってたんですけど、ワンちゃんたちがみんな起きてくれましたね。はい、かわいい、かわいい、いっぱい触れ合いたいと思っているんですけどですね、最初はうだちぃさんちょっとですね、ちょっとチキってしまいまして、はい、うだちぃさんどこ、あ、ここにいました。はい、かわいいでございます。最初はね、なかなかね触れ合えなくてですね、あの、ワンちゃんも結構スルーされてしまったんですけどですね、やっぱ見てるだけでもう可愛すぎて癒されます。ちょっと隣をね通ってくれるぐらいにはなりまして、近づいてくれました。あ、すごい、 3匹集まった。これサムネだな。可愛すぎる、癒されますね。こんな感じでいろんな犬種のワンちゃんがたくさんいて触れ合うことができます。こんな感じでワンちゃん同士の触れ合いを見てても癒されますね。ワンって言ってる。はい、はい、ベストショットでございます。見て見て、こうやって、あ、舐めてくれてる、かわいい。ここはですね、朝からやってますね。まあ、でも お昼にお昼寝タイムあるんですけど。すごい疲れちゃって遊び疲れちゃってると思うんですけど、寝顔もね見れるのもこの時間の特権ってことですね。かわいいですね。
見せてあげたら。どうしたんすか。やばい。やばい。お、なんか買ってる。あ、なんですかそれ。ちょっとラルムちゃん。ラルムちゃん。可愛い感じ。ちょっとお尻ちゃんしっかりと課金しました。いや課金をしちゃうよねこれは。いや最高だったね。よかったです。どうでした。僕もめっちゃ楽しんでました。私は推しが見つかったのでこの子のためにちょっと仕事頑張ろうと思います。ご褒美になりました。なりました。あ、よかったです。これでまあちょっと癒しを得て、はい、今後も仕事頑張ってくれたらなと思います。ありがとうございます。 TikTok ね頑張っていくんでね、はい、ラルムちゃんと共に頑張っていきたいと思います、はい、ぜひぜひ。今日はありがとうございました。よかったです。バイバイ。